2010年に西チベットのカイラス山4000メーターぐらいの標高のところにある巡礼道、チベット人のチベット仏教の巡礼道があるんですけど、そこに行った時の思いです。五島太一の、そうです、五大土地で、五大土地か、ぐるぐる回るっていう、カイラス山に目がけて五大土地をしていくんだよね。そうです、あの車乗ってると、その大草原の中を五大土地してる方々に時々会いますね。この写ってる写真っていうのが、そのカイラス山を中心にぐるっと1泊2日で50キロぐらい回るような巡礼路なんですけど、だいたい歩き始めて2時間目3時間ぐらい、あのその日の行程の3分の1ぐらい歩いた場所なんですけど、最初その峠に向かって谷川に沿って歩いていくんで、その途中なんですけど、さらっと言うけど、4000メートルで歩くのって超しんどいでしょ。この時も、この場所に行くまでに2週間ぐらいかけて高地順応して、最初にあの日本から飛行機に乗って着くチベットのラサっていうか3000ちょい3200ぐらいあるんで、そこで1週間ぐらいいて、でその後あの4000メーターぐらいの標高の湖に2、3泊行って、でまたラサに戻って、少し高地を下げて体楽にしてから車に乗って行ったんですけど、やっぱり4000超えると体がきつくて、あのとにかくゆっくり歩くっていう。4000越すと急に歩くのが辛くなって、スタスタと歩けなくなるよね。あの話しても息切れするっていう。渡辺さんはあのネパールですか、ジョムソン会場とかですか。ネパールで、そう、あそこも4000メートルのところにお寺があるから、行ってみようなんて軽い気持ちで行ったら大変だったみたいな。無口な後、無口な後、宿もあるし町もあるし食堂もあるけども、ここはずっといられないなっていうぐらい大変だったね。子供走ってたけど、子供は走ってますね、確かに。ですのでこの時もハッセルは自分で持ってたんですけど、それ以外のものはあのポーターさんお願いして背負ってもらってまして、あのシャッター切る時も一度深呼吸してから押すっていう。これ次見せてもらっていい？はい。これさ、その時に初めて分かったのが、石川直樹が 8800m 登ってるじゃない、フィルムカメラを担いで、超人だなと思ったね。石川さんがエベレストのベースキャンプに対する死の匂いがするっていうような、死が周りに転がってるって言ってたんですけど、なかなかそこまでハードのとこまで行ってないですけども、あの自分が死んでしまうようなそんな場所ですね。だって 4000m でこれはダメだと思ったけど、その倍だもんね。倍ですよね、三脚をすぐ使えるように手に下げて、手でその握りしめて歩いてたんですけど、山から降りたら爪の周りがうっ血することに気がついて、それもあの高度障害の典型的な症状らしく、まあ何でもなく治っちゃいましたけど。三脚を持ってったの？三脚ですね、実はあの今日プリント持ってきたんですけど、売店を初めて海外に持ってったのはカイラスで。ちょっと待てって感じだよね。売店をカイラスで持ってたんだ。すごいね。で、そうですね、あのそれこそフィルムはその時は20枚か30枚しか持ってかなかったんですけど、あのカイラスの北壁を売店で撮るっていうことを主目的にしていって、でそのためにポーターさん雇ってあのディアドルフ担いでもらったっていう。どこでそのアイディアが出てきたわけ？いや、でかいもん始めたからでかいもん撮ろうっていう。中国もあの X 線とか心配だったんで、その時は現像機とか全部粉末物を持ってって、ラサに戻ってからあの夜ホテルの部屋遮光してフィルム20枚ぐらいです向こうで現像して帰ってきました。それはよく聞くね。なんか糸売店の人、現地で現像する人意外といるね。フィルムをこう減らすっていう目的もあるし、X 線がどうしても大きいんで心配っていうのもあって、で開けられちゃうこともあるらしいのよ、これなんだって言って。はいはいはい。
それはどこ行っても吸ったもんだしますね。これフィルムは何？トライ X です。これトライ X には見えないよね。トライ X ってこの頃ほらコントラストがちょっと低めな感じになってて、こういうスナップを撮るのになかなか難しいよね。光を選んでしまうところがあって。そうですね、これ何年ぐらいだっけ。2010年なんで、まだ腰があった頃じゃないですか。まだあった頃か。ここ最近はちょっとね腰がないなっていう気はしてたんだけど、なんでなんでしょう。金の量が減ってるとかあんのかね。そうですね。それこそ30年ぐらい前はいかにコントラストを低くするか、減感したり薄いネガを作ることに苦労してたんですけど、200で撮って現像時間短くしてっていうのやってたね。意外とね、ええ、2000年ぐらいのねトライ X がすごく好き。あの時ちょうどバランスが良くなったのが2000年ぐらいで、硬さが取れてきたって、ね、取れてきて、あれトライ X ってこんなに使いやすかったんだって思ったの2000年過ぎぐらいかな。それまで T-MAX だったのをやめてトライにしたのがそのぐらいで、でその後しばらく使ってたけども、近頃ちょっとトライどうかなって思い始めてたんだけど、まだいい時代なのかなこれは。この時もネガにはオーバー気味に光を入れたかったんで、320で撮ってました。この時露出は単体のメーターで測ってたの？そうですね、外光式のぶつけで、ミノルタ？セコニックの三人足っていう、ちっちゃい手のひらサイズのフラッシュ光も測れるやつで小さなものがあるんですけど、でもまあ割と曇りがちの天気だったんで、まあ時々測って、あとはまあライティング変わんない限りはそのまま同じだもんね、撮ってました。これだと250で絞りが8とかそんなもんかな。そうですね、ハッセルなんでやっぱりシャッターは250ぐらいは切るようにして、でまあ絞りはほどほどで5、6以上切れてればね。5、6から11の間ぐらいを行ったり来たりって感じだね。他にある？ええ、せっかくだから、こっちにする。あ、じゃあ次は3号行きましょうか。3号行っ